15日にあった2024年パリ五輪代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ、MGC、で12位だった東京五輪マラソン代表の鈴木亜由子、32、イコール日本郵政グループイコールが18日、所属先の公式 Facebook を通じてコメントした。たくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。思うような走りができず無念でした。 どんな状況でも勝負できるスケール、強さが足りなかったと思います、と振り返った。15日のレースでは激しい宇宙で自己記録から10分近く遅れる2時間31分33秒に終わった。中盤までは上位でレースを進めたが、27キロ過ぎから徐々に遅れ始めた。かうじてゴールした後は雨に打たれながら厳しい表情で立ち尽くし、 寒さで体を震わせながら競技場を後にした。続けて、ただ攻めの気持ちでしっかりと準備してきて、スタートラインに立てたことは、成長できた部分です。とし、今回の挑戦を見守り、支えてくださった方々に心から感謝いたします、今後もよろしくお願いいたします。と前向きなコメントで締めくくった。MGC でのパリ五輪切符獲得はならなかった。 来年1月の大阪国際女子か、同3月の名古屋ウィメンズで再挑戦するのかが注目される。